えー、こんにちは。ダンジョンクロールストーンスープのお時間が今日もやってまいりました。えー、シソン2、えー、レベル27になりましたね、えー。グラディエーターでヘプリアクルカナ進行でやってましたと。これアクワイアメントここにあるんですけど、見てください。これ読んでみますよ。<laughs> 何がアクワイアメントだこんにやろう。いらんこんなものは。溶岩に捨てようかな。えー、とりあえずいいでしょう。 でですねよく見たらハットなんかデフォルトじゃねえかな,なんかないのハットなん <laughs> 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 何もなかった <laughs> いや今回あのアーマーが全然出てないんですよね <laughs> ああなるほど、ね、オッケーさ k、はい、いいでしょう えっと、なので、まだこれ、あの、伸びしろありますよ。ハット、クロークあたり、あ,のあ、グローブもそうだわ。このあたり伸びしろあるので、楽しみにしていきましょう。で、今日はね、あのー、ルーンを取りに、あの、アビスに潜ろうと思ってたんだが、その前にジグラートに潜ろうかなと思ってます。ジグラートに行ってたらですね。ジグラとジグラート、どっちが発音正しいのかよくわかんないんですけど。あの、アイテムを集めましょう。よいしょと。 やってきましたで、入っていくわけですが、何を集めるかと言いますと、あまあ、アイテム欄、今見た通り、ハット、クローク、グローブス、この辺りがまだ伸びしろあるなあとシールドもそうなんですけど、この辺り伸びしろあります。で、具体的に、あとこの体勢の方をご覧ください。 まだあの伸びきってないのがネガティブエナジーなんですよね。これを3本立てたい。少なくともあともう1本立てたいです。そんなアイテムを探しにジグラットに潜っていこうかと思っております。その他はほぼ完璧です。ウィルもいいし。ブロダックスの攻撃力が低いのだけがたまに傷ですが、まあ、そこは目をつむりましょう。十分に攻撃力は強いです。で、ジグラットにやってきました。ここはどんな場所かと言いますと、入り口があって、向こう側に出口があります。 出口の方にはジグラットから脱出する出口とジグラットをさらに潜っていく出口があります。で、モンスターがいると。で、その向こう側にはアイテムもあるんですよね。要するにモンスターがいてアイテムが置いてあると。こんな感じでアイテムがいろいろ置いてあります。 この後空間はどんどん広がっていって、このぐる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 って回ってる、このぐる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 って回ってるのがジグラットから出る出口で、普通の階段が次の階層につながっている階段になっています。で、ここはまだ続くので入っていきます。で、こうやっていくとまたモンスターとアイテムがあるんですが、モンスター数はだんだん増えていきます。もちろんアイテム数も増えていきます。 で、モンスターなんですけども、特定の領域のモンスターが出るっていう風なパターンがほぼほぼになっています。例えば、多くの行動のモンスターとか、地獄のどこどこのモンスターとか、えー、獣の住みかのモンスターとか、沼のモンスターとか、そんなような感じで特定の傾向性を持ってモンスターは現れ、現れます。一ちゃんでっては嫌なのがこれです。あの、<laughs> あの霊病のモンスターが出るの一番嫌なんですけど、まあまあ仕方ないこんなもん。スクロール・オブ・イモレーションを読みます。で、爆弾にしてよ。それで,で、あとは分回してって言えばなんとかなるんじゃねえかと。おりゃ。先祖邪魔くさいな。よしよし、爆発してくれた。ああ、いいですね。あんな感じで爆発すれば、まあ,あ、ミイラはファイヤーに弱いですからね。こんな感じで死んでいくわけです。 <laughs> 今回は爆弾にされたけどなんとか死なないで済んだわとか先祖も言ってますけどこれがねこのコンコンセンコンデンサーベーンが多分 あ、これじゃねえな。これじゃねえわ。コンデンサンベーンじゃねえわ。あの、ワンド・オブ・クラウズがなくなったんだけど、これじゃないね。ワンド・オブ・クラウズはもうなくなったってことなのかな。まあ、いいでしょ。今みたいな感じで倒せればいいんですけれども。そして見てください。フローズンバ・フロスト・バイトっていう、アックスの処刑人の斧か何かの固定アーティファクトで非常に強いんですが、あこれでいってもいいんだけどな。でも N が0本になっちゃうからやっぱダメだね。 さて、まだいいアイテム出ませんね。こんな感じでアーティファクトも出ますんで楽しみにしていきましょう。で、今、エンチャントアーマー出たので、えー、ゴールドドラゴンにかけてやりましょう。あー、いいっすね。非常にいいです。で、また突っ込んでいくと。これなんだこれあのー、なんかアビスのモンスターかなんかがね。えー、すかさず、アビスだな、これは。このメンツは。先祖ちゃんがいい感じで集団の混乱をかけてくれております。非常にいいですね。よいしょと。OK です。 えー、スリングのマニュアルいらないですね。置いていきましょう。ポーションベックスペリエンスいいです。経験値を積みましょう。うんスローイングかなり鍛えられてきたアックスも鍛えてる。OK です。スローイングこれこんなにいらねえわ。18まで上げたら止めましょう。あとは、ホーリーワードいいですね。ホーリーワードは、あのもしあの地獄のモンスターとか霊病のモンスターが出てきたら使ってやりましょう。 やべえ奴らが来たなジャイアンツが行きまして、ジャイアンツが倒しましょう。こいつ巨人を投げてくんだよな、あのアイロンジャイアントは。すごいよね。巨人を投げる巨人です。ねえジャビット。ね、えまだ当たりはありませんね。これは置いてきますよ、アーティファクト。いいですね。次の回行きます。 あ、またじゃ巨人たちが、巨人、読売いや、読売巨人軍が来ましたよ <laughs>。いやー、すごいですね。堀内恒夫とか、原辰徳とか、吉村とか、います。篠塚とかね。OK です。よいしょと。あとはいいな。次行きます。で、だんだんね、これ、あの、モンスターの数多くなって辛くなってくるんですよね。だいたい、あの、10階層ぐらいで、もう、もう、もう限界です。 スライム穴のメンバーがやってきましたね。倒しましょう。よいしょ。よいしょと OK ですね。うーん。ダメだね。出るかなと思ったんだけど、全然出ませんね。今と行きましょう。お、またジャイアンツが来ましたよ。野郎ぶっ殺してやりゃ。こいつらはあのー、魔法防御低いから、あ、ダメだ。魔法防御高かったです。すいません。巨人、 は魔法防御が高いんです、ね、味方なんでてよしよし爆弾にしてやりましょう。パン 先祖先祖を爆発しました。<laughs> やれやれだわって言ってますよ、先祖。私を爆弾にする必要性はあったのかしらとかっ言ってますけど。ルセへっつって。あ、ペアオブルーンドグローブス。うん、あこっちの方がアーマクラス上がるね。こっちで行きましょう。ぽいっと。変わらないね。 リングを、鑑定、リングファイがいらないね。うん、そろそろ辛くなってくるが、もう一回そうぐらいいくか、えー。今回の目標は N の立つ装備を探すと。やべえ連中がいるな、えー。読みましょう。ホーリーワード、ポン。で、イモレーション読んで。であとはこれで、ね、ジャベリンを分回します、えー。ここにシルバージャベリンがあったと思うんですが、ありますね。これをぶん投げてやると、えー、敵モンスターは死んでいくはずです。 死んで爆発していくはずです。よし、よしよし。一応あの、あそこにあのーデーモンがいますので、パンデモニウムデーモンに当たるようにシルバージャブリンぶん投げていきましょうね。ジャブリンはめちゃくちゃ強いです。で、これ、ポータルプロジェクタイルを覚えた方がいいな。よいしょエス、オッケー。 あポータルプロジェクターで覚えてて、それで鍛えた方がいいなという感じですね。えーえー、トランスロケーションス、これな。あ、スローイングいいわこんなに上げなくていいです。お、ここにハンドアックスありますよ。さすがにハンドアックスは弱すぎて、N 立つけど、でも、武器はもう N 立ってんだよね。 一応拾っていきましょうかこれでまだいけるんじゃねえかねーとかって思って潜っていくと死ぬわけなんですがどうしましょうかあと1回そうぐらいは降り,りましょうかそろそろ辛くなってきますがういえ獣のモンスターたちがやってきましたここも読みましょう爆弾にしてエンスラムメントで味方にしましょう で適当なやつを噛み殺せって指示を出せば、えー、爆発して死んでいくわけですあー先祖ポジショニング邪魔くせえなーまあ頑張ってくれてるからあんまり邪魔くさいとか言っちゃいけないんだけど邪魔くさいものは邪魔くさいですよね お、いいっすね。適当に。あ、先祖の爆弾が、爆発が起点になって爆発して死んでいきましたね。ナイス、先祖。え、これは割とやりやすいパターンで、獣の住みかのメンツなんで、単純な攻撃しかほぼしてこない。たまにこういう、なんか、獣の住みかじゃありえないモンスターもいるんですけど、基本的には獣の住みかのモンスターなんで、やりやすかったです。という感じですね。うーん、出ませんね。アい,いワイ・アーム・ベンダー。これは拾っとくぞ。これめちゃくちゃいいんだよ、これ。 これ進化していくんですよねどんどんんいしょと。じゃあ、まあ、これま、もあま、無茶してもいけないので、これでもう一回、そう、いきます、くーっとか言って、行って死ぬっていうのが咳の山なので、これでもう諦めましょう。でな、この10回ガチャマガして出なかったんで仕方ないです、これは。じゃあ、脱出します。このぐる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 ってところに入ってください。入ります。よいしょと。これでジグラッと脱出終わりです。 それなりにいいアイテム出たのはご確認できたかと思うんですけれどもまあ目当ての N の立つ装備はありませんでしたなどっか N 立つなんかないのネガティブうんあああこれもバックラーオブポジティブエナジーっていうのが一本あるなこれなこいつこれにするわ これ誰の装備だったんだろういい装備してるね。どうまあ、これでいきます。あの、これで無理っくり N を立たせることにしましょう。本当はカイトシールドで、あるいは大盾でこれをやりたかったんだが、うーん、残念ですね。まあ、また旅してたら出るかもしれませんので、そのあたりは楽しんでいきましょう。ちょ、このカイトシールドも持ってきますからね。 でいらないアイテムを置いて。んなもんでいいかいいないや。で、アビス行くんですが、本当はリジェネレーションがあるといいんですよね。HP リジェネがあると楽というか、HP リジェネがないと結構厳しいと思うんですが、ちょっと様子見で行ってみましょう。大丈夫なこともあるし、ダメなときはダメだし。 で、アビス行って、これアビスがね、結構、あの、試金石になるんですよね。この後、深い地獄とかパンデモニウムとか潜れるかな、どうかなっていう試金石になりますので、試しに行ってみましょう。ここで雰囲気見るっていうことが大事です。ああ、これダメそうだな、みたいな。これわかるんですよね、なんとなく。そういう場合は、とっとと、あまあ、アビスのルーン取るか取らないかは自由ですけれども、あの、深いとこ取る、行くのを諦めて、脱出すると。 というふういいいに考えればいいわけですねさあどんな感じでしょうかよいしょとモンスターというか倒すのは簡単なんだけどこれ特殊攻撃とかしてくるモンスターがいた場合の対処がやや大丈夫かなと。HP のこの回復の度合いこれで大丈夫かなというところはあります。 ああ攻撃力的にはもう全然いけてますね。いいです。非常にいいです。で、あとはこうやってずっと探索していって、まあ、前回か前々回、アビスに飛ばされた回があったと思うんですけども、あの、紫色のゲートを探していこうと思います。あの、前回か前々回にも、ちょっとだけ登場したあの紫色のゲートを探してまいりましょう。 変異を、臨時的な変異をつけてくるこのスターみたいのうざいですよね。お脱出炉が出ましたけども、どうですか。まあもうちょっと探索続けましょうか。でもあんまりあれだね、あの出てこないね。脱出するわ。一旦ちょっと演技担ぎで、原担ぎで一旦脱出します。え、先祖、あ、せ、何これあ、出た。これなんかバグった、これ。これねな、なんかね、よくわかんないなるんだよね、これ。あの、 サモンドアイテムオンフロアでなんかバグってんのこれ全絶対このアイテムこのなんとかかんとかって出るんですよねで先祖を呼び戻しましょうあれ先祖はこれどうすればいいんだこれ 先祖帰ってこねえんだけど <laughs>。これは厳しいな <laughs> おいちょっとどういうことよ、これ。先祖帰ってこねえんだけど <laughs>。うえちょっと待って、これ一旦セーブしてやめましょう。OK です。ちょっと待ってね、今ね、バグったので、もう一回、もう回、これで復帰しても、多分これサモンドアイテムオンフロアって意味わかんない表示でて、これ、ほら、永久にこれ出るんだよね、これ。あの、ボタンを押すたびに出るんですよ、これ。これ出てますよね、これ、ね。何を押しても出てきます。で <laughs> もう、 ちょっともう一回アビス入りましょう。これで治るんだってか。なんか治,治り方感じ。ああ、アビス行ったら戻ったわ。どういうことなんだろうな、これ。参ったね。なんかアビスから脱出するときに何かバグが起こるんだろうね。まあいかにも起こりそうな感じではあるよね。まさかそんなのもテストはできないんだと思うんですよね。こんな変なパターンのテストなんて。ちょっと。前もなって、で、相当困ったんだけど、アビス行ったら治った記憶があって。 今やってみたら治りました。よかったです。こんなんで動画続けられなくなったらもうやってられないよ、本当によし。え、2回めにやってきましたよ。で、もう1個紫のルーンをくぐると、まあ3回めに行けるんですが、深淵のルーン、ルーンはね、あの3回層目から出現します。ということで、もう1回ゲートをくぐる必要性があるんですが、ちょっと今なんかうざい系のモンスターに囲まれてますけど、大丈夫 大丈夫だね。なんか水場がありますね。なんかいやらしい空間だな。あんまりよくねえよ、これ、うん。本当はリジェネレーションがあると楽なんだが、おあ、脱出口だな。脱出口に入っちゃうと、1回層目からやり直しになっちゃうから、ここは粘りましょう。よいしょ、いい、OK。 で敵モンスターを倒しまくっているとそのうちゲートができたりもしますので頑張って敵を排除していきましょうよいしょよいしょと。 うん。い、いいっちゃいいんだが、どっかに、入り口が、あ、あった、あった、あった、よし。じゃ適当に HP を回復してだ。よし。じゃあ、行きましょう。ほいっ3階層目に入りました。で、先祖を呼び戻します。でも、先祖は、あのー、階層から階層への移動にはついてこれないみたいなんですよね。ほいえ、ガーディアンスピリット、いらねえ。いいっすね。 でもうどっかにルーンある可能性もありますよ、ね。楽しみにしていきましょう。で、ルーンがある場所はですね、明らかにこれルーンあるなみたいな場所です。こういうね、あのこういう四角いのが連続してるところはありません。あったら試しがないです。もっとね、なんか神殿みたいなところがどっかにあるはずなんで、そこを探していきましょう。わーい、出口だ。いや、出口はいらないんだよな。 え4階層目への入り口がありますけども、これ以降はね、敵の攻撃が苛烈になってきますので、行きませんよ。ね。あの、3階層目で、あのー、ルーンを探すっていうのが、上等手段なんだが、ありましたね。なんか怪しげな川と一緒にありますけど、あれ、これさ、あの、ちょっと、夢を壊すようであれなんだが、ワンド・オブ・ディグニングで壊せないのよし,よし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 なんか透明なモンスターたくさんいるけど、そんなこと知ったことないじゃん。 モンスターたくさんいるんだこいつい戻る大丈夫かもう一回あのダメージを食らわないと <laughs> 変なアイテムたくさんなんだなんだなんだこれ偽物よし取った な、何にこれランダム。なんか不思議な空間だね。なんかなん誰かが置いてったんでしょうね。なんかい特定のアイテムたくさん,んだけど。アニマルスキンとか帽子とか一円玉とか落ちてるよ。なんかつこれ使うんだろうね、これね。ランダムの杖とか。使うんでしょうね。一応拾っとくぞ。よし、ケ、OK、ーこれであとは脱出するだけなんだけど、こっからが長い遠足になる可能性があります。 ちょっとガチャガチチャャしてきたね大丈夫 <laughs> ふざけてんのかさっき1個だけ本物のルーンがありますみたいな感じだったんでしょうねあのプレイ次第ではこうやってあの王道を行くあの戦闘でこう敵を倒して進んでってあのルーン取るパターンもあるしあのボスを倒さないでかすめ取るような感じであのルーン取っていくプレイもあるんですよね そういうのの対策なんでしょうね。何個もルーン置いとくのは。ゲーム的な。あ,あんまり良くねえな。ちょっと待ってね。自利品になってますよね。こういう時はどうするのかっていうと、えー、スクロールオブテレポーテーション読んどきます。で、あとはポーションで回復します。適当にね。で、まあこんな感じで適当に逃げながら戦っていくわけだが。リッチぐらい倒しておきたいな。よし、OK。OK。 で、ぴょーんって飛びますんで、飛べば、あの、敵モンスター、それなりに、その、今いる場所よりかは、こう、少なくなるというか、敵モンスター、いるかいないか、わかんない場所に飛びますんでね。そして、出口ですね。わーい、出口ら、出ましょう。とっとと。よしと。オッケーこれで、ルーン5個ですね。はぁ、あ、オッケーです。なんとか、ルーン5個まで取れましたね。この後、 前回よりもあ、まあ、装備は整ってないといえば整ってないんですがいよいよパンデモニウムあたりに行きましょうなこれなまたバグってんだけど何とかならんのかこれいやもうどうしたらいいんだろうこれ階層変えたらよくなったんだっていうのはあ大丈夫ですねこの,かこの階だけなんだねこのそう、はあ、いうバグですこういうこともありますだただゲーム上プレイ上はあの多分そんなに問題はないと思いますので えーまあ、こんなこともあるということをご留意ください。階層を変えれば問題ないと。だから、アビスから戻ってくる階層の時にバグが起こるっていう感じなんでしょうね。では、一旦切ろうと思います。失礼します。